サレド在任は、竜と踊るは、アサイラボのライトノベル。イラストは宮城。第7回スニーカー大賞、奨励賞受賞作。応募時のタイトルは、サレドとガニンは、竜と踊る。通称、サレ竜。当初は、角川スニーカー文庫から発行されていたが、その後小学館、ガガガ文庫へ移籍した。ガガガ文庫版については、 されど罪人は、竜と踊るダンセズ・ウィズ・ザ・ドラゴンズを参照。樹式という科学と魔法が融合した、独特の技術をもとにしたファンタジー。残酷とも言える物語と表現方法、演出の仕方により、日本で最初の暗黒ライトノベルと称される作品。小学館、ガガガ文庫からは、正式に暗黒ライトノベルの始祖にして、最終作としてセールスされている。 量子世界の基本単位である、作用量子定数 H を操作し、死ん万象を生み出す力、マジ内力。これを操る者たちは、樹色師。その力を、人殺しや化け物退治に使う者たちは、公正樹式師と呼ばれる。吐き溜めの町襟棚在住の二人の樹式師たち、罪人と頭のいかれた、依頼人、友人、権力者、犯罪者、 同業者たち人格破綻者と、異貌の者どもの物語。本作は、樹式と呼ばれる、通常のファンタジーとも SF とも異なる、独特の設定に基づいて書かれている。まじない力と呼ばれる力を扱う樹式師たちが、蘇生式を書き出し、人工的にプランク密度を作り出して、基本物理定数を変異させる。それによって生み出されるのは全て実在する、科学現象である。 樹式は主に科学系樹式、生態系樹式、電磁系樹式、重力系樹式、数方形樹式の5系統に分けられる。扱うには、生来的な才能と物理学の素養が必要とされる。本作の世界では樹式技術が広く浸透しており、軍事以外にも医学、産業、産術と幅広い分野で応用されている。樹式は、 怪異と呼ばれる単位でランク分けされており、最高怪異である第7回くらいの樹式は特殊な、高位マジナインと使用者の脳を焼くような負荷を与えて、発動される。しかしごく一部の高位樹式師や、竜や災い知式のような異動の者どものように、第7回くらいを楽々と操る者も存在する。樹式の名前は主にレイメゲトンの悪魔から取られている。魔条犬魔条犬は、樹式を、 戦闘や破壊作業等で使用するために必要な兵器、重機に似た構造の機関部と闘身を持つ、樹式の精密な制御を司る演算装置である、砲玉を備えている。樹式を発動させるために必要な重物質が詰め込まれたマジナイ弾を装填し、蘇生式を書き出して引き金を引くことで樹式師は樹式を発動させる。これによって樹式は、 近距離戦闘でも使用できるほどに高速かつ、正確、精密なものとなる。樹式を使用する場合、通常の樹式師が発動するには、魔女剣と魔地内弾の二つが必須となるが、異貌の者どもや特殊な才能の持ち主などは、魔女剣なしで強力な樹式を発動することも可能である。剣以外にも、槍や探検、狙撃用の弓といった形状のものもある。 樹識士樹識を扱うものを樹識士という。作品世界中において生活する人々の半数は何らかの樹識士であるとされる。竜おさむいという別称で呼ばれることもある。樹識士には階級があり、この世界ではそれを階底と呼ぶ。1から13まで存在し、一般には9階底以上が高位樹識士として扱われる。特に13階底でも、 上位の到達者は、竜や大災い一式をも上回る力を持ち得るとされる。また、樹式士の中でも戦闘を担当する者は、厚生樹式士と呼ばれ、直接的と近接戦闘を行う前衛樹式士と攻撃用樹式を使って前衛を援護する後衛樹式士の二つに分けられる。また、高位樹式士の中には、遠近両方の戦いに長けた樹式士も存在する。 人間以外の人間にあだなす生物の故障。猛獣と最も違う点は、その身に樹式を宿していることである。口実する竜、かつ、四季、古き巨人を筆頭に、人狼や人庫などがこれに分類される。竜太古より、地上の覇者と称される、最強の能力と誇り高き魂を持つ種族。 人間をはるかに超える知性を持ち、人語を介することのできる知性を持つ竜と、飛竜などに代表される、高異竜に刺激される獣の2種類に大きく分けられる。現在はギナラン派の滑る権竜派と人間の間で、ティエンルン条約が結ばれ、不可侵の干渉区の線引きをし、世界に共存している。ハンドラッケン測定法により、その体調によって、年齢を、おおよそ特定することができる。 竜は清掃を重ねるごとにその、まじない力と肉体を強化していき、千年を生きた竜は、長命竜と呼ばれる。人間に対しては絶大な恐怖の象徴として描かれるが、人間の汚霊のような悪意に対して敗北することも、ある。人間の姿へ化身することもできるが、竜族はこの能力をあまり良しとはしていない。強力な樹式干渉結界。 工場発動している調再生樹識、行為樹式に種族によって様々な死の息吹と呼ばれる凶悪な能力を保有している。また、万年を超えた竜は竜と称され、この世の始まりから世界を見てきた神に等しい力を持つと伝えられている。しかし、現時点では竜は六頭しか存在していないと言われ、現時点で名前が判明しているのは、 ゼベルン竜王国の皇とギネクンコンの交遇にてゼベルの真剣、石化に封じられている黄金竜が封い、竜の大部分を占める権竜派の長白銀竜、ギナラン派、この世すべての天候を滑ると言われる空の覇者天竜具、ルケシュ、なお口にするだけで不幸が訪れるという災い竜下、ズアイタンとその子孫である、黒竜派主領黒子竜下うラクのギア、そして名もなき竜の六頭、 かつ式太鼓より悪魔や邪神と呼ばれたものの総称。熱的崩壊に瀕する、どこかの世界より奇跡的な確率で干渉してくる。人間界を滅ぼし新たな地に占拠する混沌派。人間界を高度な能力により完全統治占拠する秩序派。そのどちらにも属さない部派に分けられる。膨大な情報量を持つ高次元の生命体であり、三次元である人間の 世界に権限するには特定の物体を媒介にし、体の情報を作り変えて降臨せねばならない。その性質から、彼ら自体が樹式であるのではという説も出され、彼らをまがまがしい樹式、略して活式と称するようになった。下級の災いつ式ですら、異貌の者どもの中で上位の力を有するが、形式番号を持つ、大活式と呼ばれる上位活式は、長命流にすら匹敵する。 マジない力を持つと言われている。人間により形式番号ごとに社位で区別されている。大活式は極めて高度な知性を持つが同時に情報体のため規則に反する行動は取ることができない。セベルン流王国35州の一つエリウスジッチ軍の軍と国土の東端でラペトデスナ都市同盟との国境にあり40年ほど前から 両国家の交流のため共同で委任統治されている。観光と貿易と外交の都市。ルルガナ内海に面し、7つの運河と77の橋がある。町の中央を流れる、オリエラル大河の西岸が広告系住民、東岸を7都市同盟系住人と住み分けている。異なる土地から重色紙が多く集う町であり、町を知り尽くした情報や、ビネルなど、 受識士相手に商売する者も,もいる。しかし、受識士の道の過酷さや職を得る困難さから挫折する者も,も多い。原市長は、ヒルベリオ氏。ゴーゼス経済特別区では、ファルモア研究会、ノエト、ロワール、三機会などの犯罪組織が幅を利かせており、多くの受識士が彼らの警告となっている。 その組織力と残虐性は到達者であるガユスたちも、おいそれと手を出せないほどである。また、治安も良くなく、作中では、猟奇殺人事件も何度か発生している。ガユスは、行き場のない奴らが、最後にたどり着く街と評している。声優が列記されている場合は、テレビアニメ版、ドラマ CD 版、2巻に登場。前身は、初行の戦線4。 五巻に登場。クーエロに、厄介な連中と言われるほどのクセ者ぞろい。ビーンズエースにて、灰原役作画で掲載され、角川コミックスエースに、全一巻で発売された。ありがとうございます。